演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートのケーキ3品を食べたいと思います。これがショコラノエル、これがブロンドプリンケーキ、ケンズタケのファンシューガトーショコラですね。どれも美味しそうですね。まあチョコが2種類全部茶色なんですけど、でも茶色でも食欲が湧いてくるのは不思議ですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのガトーショコラからいただきます。見た目はケーキより大きいプリンですね。まあ、当然、当然。でも、ちゃんとスポンジもありますね。では、いただきます。最後は、ショコラノエル。あれ、切り株の表面の模様は入ってないですね。ちょっと残念。でも、あっちまで動物を見ながらこのノエル食べてみたいと思ったんですよね。それでは、いただきます。濃厚ガトーショコラは濃厚なケーキ同様のチョコレートとさっぱりしたクリームのチョコレート、それぞれが違った味を出していて美味しかったです。ちょっと最初トラブりました。とても美味しかったのでこちらも点数ってチョコ好きの方にはおすすめです。で、こちらのブロンドプリンケーキ、確かにケーキなのでスポンジもありますが、プリン感がちょっと弱かった気がしますね。どうせならもうケーキじゃなくてプリン全体でも良かったかもしれません。巨大プリンってことで、ちょっと難しいかな、コンビニ販売は。でもプリンが好きな方にはおすすめできますので、こちらも検証させていただきます。そして最後のショコラノエル、こちらもスポンジケーキのチョコレートとクリームのチョコレートのバランスがとても良かったのですが、やっぱり天山号の監修が当初の後に食べてしまったので、ちょっとチョコレートがかすんでしまった感があるのではありませんね。別々に食べた方が良かったかな、まあ、ただケーキチョコ単体だとスポンジも欲しいという方はこちらの方がおすすめですね。キノコたちも良かったので、こちらもテイストさせていただきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終演。